これ純粋に嬉しかったです。やっぱその廃炉の時ってあんまりなんか1対1のシーンとかなかったんで、まあ、今回も別にあるわけそんなに絡みが多いわけじゃないんですけど、でもメインキャストで出れるっていうのは嬉しかったです。身近に知ってる風獣がいてくれたんで、すごいなんか心強かったですし、うん、なんかやりやすかったですね。よりなんかモチベーションも上がりましたし。ここでの BL がないんですよ。あ、そうですね、確かに知ってたら、ここの BL があったらどうなってたんだろうと思いますけど、知ってる人だったらちょっと照れくさいかもしれないですね。照れちゃってたかもしれないです。実際撮影でもね、あのちょっと目合わせてって言われたんですけど、ちょっと恥ずかしかったです。照れくさいです。実際どうですか、いろんなのかというか、あの趣味はあんま出会ったことがないです。僕は多分いっぱいいるんでしょうけど、友達とか、まあ、同級生とかにはいた気がしますね。なんかアニメ、少女漫画とかが好きな子がいたような気がしますね。でもここまでなんか重度なオタクではなかったんですけど、まあでもなんか一瞬やっぱ様子見ちゃうかなと思います。一回様子見てから決めるみたいなのがあるかもしれないです。様子見て決めるっていうのは何を、なんかどこを見るんですか。いや、やっぱ重症度と、そうですね、重症度ですかね。でもそのセリヌマさんはすごい、うん、オタクっていうのはありますけど、それ以外で見ると本当にいい子じゃないですか。だからそっちに惹かれるかなって思います、うん、僕は。アニメキャラを演じるって難しい部分があったのかなと思うんですけれども。そうですね、まあ、いかに吉野北斗を出さないかっていうところを意識して、原作にすごくこだわってあの作っていきましたし、まあ、でもその中でも壁のんとかしたりするシーンとかもあったりとか、まあ、そういうところはあえてなんか吉野北斗で行ったりとか、なんかそういう切り替えもあったりしたので、なんかたまに吉野北斗が出た時にキュンってするんですよ、見てて。そうなんですよ、これ見たら多分分かると思うんですけど、かっこよかったなと思います。ウィンクとかね。あれウィンクしてないんだよ。そうやね、うん、こんな風に見てもらいたいとか何かメッセージがあればお願いします。僕はこの完成を見た時に、見た後にすごい元気をもらえて、世界がすごい明るく見えたんですけど、だからそれくらいなんかいろんなことをこう軽くしてくれる力がある映画だなと思っているので、まあ、内容ももちろん見てほしいですけど、この映画自体のパワーを受け取ってもらえたらいいなと思います。キュンキュンするだけじゃなくて、本当にコメディ満載のもうギャグしかない映画になってるので、なんかハッピーな気持ちになっていただけたら嬉しいなっていうのは思います。